私の言葉はこの地球の誰にも届かない。だけどきっとどこかに届く相手がいるはず。竹内優さん、宇宙人。その出会いは私の心を打ち抜いた。仲良くなりたい、伝えたい。将来の夢は宇宙に行って宇宙人の仲間を見つけることです。私の言葉ちゃんと届いた。大熊ラスコ、星屑テレパス、放文社。